今回もですね、出題されたらさっぱりわからんとなるような問題を、いつもね、2分なんですけれども、今日少しね、長くなると思いますけれども、お付き合いいただきたいな、なんて思ってるんですけど、今日はですね、地中の地層は東西南北のどの方向に傾いていますか、という問題でですね、実際にですね、地層を見に行くときの注意点がありますね。足元に気をつけてください。ね、地層から落っこちそうになるので、地面を掘るのが得意な人がいます。自衛官ですね。スコップでガン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 掘っていきます。なぜ掘るのか。その穴にですね、身を隠してですね、鉄砲とかから身を守るためです。だからね、命かけて掘りますね。ライバルはモグラです。彼らもね、なかなか早く土を掘りますが、命がかかっている分自衛官の方が少し勝ちます。さて、地中のですね、地層の傾きの問題ですが、どういった問題か。フリップ用意してます。こんな感じの問題見たことありますかね？こういったやつですね。で、この問題、引き算をするだけで、簡単に解けますというお話です。そのやり方をね、今日話していくんですけれども、ゴールはですね、ABC ありますね。ゴールは ABC の図の上に、地中内標高を書いて、あとはどっちに傾いてるかなとね、考えるだけとなっております。地中内標高って何っていうとこなんだけれども、私がですね、勝手に作った、言葉となっておりますので、その説明からしていきたいと思いますね。文字通り地中内標高というところで地中の中の標高なんですけれども、これ山がありましてっていうところですね。山がありまして、一番上がまあ94メートルみたいな。で、ここの標高は90メートルですよ。ここは80メートルですよ。みたいな、こんなね、普通の標高あると思います。これでね、掘っていく問題でしょ？理科の掘っていく問題じゃん。こういったイメージになってますね。で、ここ見てほしいんだけれども、問題文にも載ってるんだけど、地中からの深さ。ね。もとい、間違えました。地表からの深さ。ここ確認しますね。地表からの深さ。日本語の意味通りいきますよ。ね、ここ、地表っていうのは、ここの、この赤で矢印を引いた、ここが地表ということになります。ここからの深さという意味です。ここにね、黒いところがあるように、まあこれ境界岩のイメージなんだけれども、ここの境界岩がある地中の中の標高、それを地中内標高と呼んでるんだけれども、勝手に作ってるんだけども、つまりこれは何かというと、地中内標高は、3。ここから3掘ったところに出てくるので、90-3 で87。ここの境界岩の地中内標高は87ですよと。間違いないね。これでね。計算間違い大丈夫と。OK。ここからね、0、1、2、3、3メートル掘ったところに、この黒いところ出ておりますので、引き算して87。これが地中内標高というところになってきます。意味少し分かってきてくれたかな。じゃあ、元に戻りますね。これ。これのゴールは何だったかというと、A と B と C に地中内標高を書いて、あとはね、どっちに傾いているかなって考えるだけです。はい。じゃあやっていきますね。一番最初、ここね、どんどん書いていくんだけれども、さっきもね、出た通り、ここが地表からの深さってなってますね。間違いをなくすために地表を一番上に書いてみようかな。A の地表、A の地表は80メートル。という風になってますので、この A の上にね、これ80。ちっちゃいかな？ちっちゃくないかな？大丈夫かな？あとはね、カメラの精度の大きさ、ズームさにね、かけたいところなんですけれども、まあ、80メートル、上に間違いないように書いておきましょう。B のところはというと、86メートルって書いてあるので、ここに、86メートルって書きましょう。こんな感じだね。そしたら続いて C のところ、C のところにここ、82メートル。ということで、ここに82と書きます。ついてこれるかな。問題の時もね、そうしてほしいんだけど、実際こうやったらこう、まずね、地表のところを間違わないように書いてみましょう。次に、地表内標高をここに書いていきます。引き算で求まるって言いましたね。さっき話した通り、ここ。ここはね、境界岩。あ、ちなみになんですけれど、傾きの時はいろんな出来の層とかね、砂の層とかあるんだけれども、火山灰の層で判断してください。ね、鍵層って言って、少ないからだね。レアケースの、層になるので、ここを、鍵層として求めていくというところで、境界岩、ね、火山灰の層のところの地中内標高を求めていきます。で、
これね、1、2、3、さっきちょっとね、見せた通りなんだけれども、ここ3でしょ？上から3掘ったらいいよ。引き算です。3比80引く3したら、77となります。これを、このね、A のところに77。ここね、ちょっと線引っ張りました。これしっかり書いてくださいね。四角で書いておこうかな。A の横にね、77とこのようにしっかり書いてください。で、この時、問題によっては、よいしょ。こういった感じ。これね、バツ印が境界岩、ね、火山灰の層になっているんだけれども、例えばここだね、上と下で読み取れると。どっち読み取ればいいですか？この場合ね、上の2メートル読み取ればいいですかってね、それとも下の 2.5 メートル読み取ればいいですかっていうね、話もあったりするんだけど、こういった図で書いてある場合、まあ結論どっちでもいいんだが、まあ上の方でいいと思います。ね、上でも下でもね、いいんですけれども、上って決めたら全部上のところのね、ここの数値をしっかりと見てもらうというところ。いいですか？上と下あった場合はね、どっちでもいいんだけど、上って決めたら上、下って決めたら下なんだけれども、決めた通りに数字を読み取っていきましょう。で、話を戻すね。地中内標高をどんどん出していきます。次、B。B はどのくらい掘ったら境界岩が出てくるかというと、4でございますね。4。ですので、86-4しましたら82。これを82しっかりと図に記入です。B の隣82と記入します。じゃあ C は何かなっていうところで C だね。5メートル掘ったところだね。82-5 メートルというところで掘ってみます。82-5 メートルを引き算します。すると77。C の横に77。はい、できました。こういう具合です。ね。地中内標高を3点書きました。あとはね、82、77、77。この数字だけ見て、さあ、どっちに傾いてるかなと考えたら、82より77の方が低いので、ね、右の方に行くと傾いている。右に行くほど、低くなっているということになりますので、答え、右は、ここね、ちゃんと東西南北打ってありますので、東、右側は東だよね。東に傾いているという答えになります。大丈夫かな？はい、そういったお話でした。続きましてですね、ゆるりふわりとですね、雑談程度の人生授業の2時間目ですね。今日はですね、鉄砲を撃ってみてどうだったというね、質問を答えてみました。私はですね、鉄砲を撃ったことがあるんですよね。鉄砲と言っても、長い鉄砲でですね、警察官とかが持っているこうポケットサイズのやつはね、これ、拳銃と呼ばれていますね。拳銃と呼ばれています。で、私が撃ったのは、小銃って言うんだけど、世界大戦とかのね、出てくるような銃で、ライフル銃とも呼ばれていますね。いろんな種類の銃があるんだけれど、鉄ハウを銃って思ってる子もいるようだけれどもだ。鉄ハウはどっちかっていうと、炸裂弾の種類ね。鉄ハウってね、何っていう子もいるでしょうけれどもね。この時ね、小学生の時、歴史覚えてるかな。ね、原稿というのを習いました。その時にね、火器火薬の使用と、火器火薬の使用だね、使用と、集団戦法って習ったと思うんだけど、その火器の一つが鉄砲ね。で、鉄砲は織田信長の時代からですね、囲碁の予算で作りますね。1543年で鉄砲伝来っていうやつでございます。つまり、鎌倉時代にはね、鉄砲はございません。で、鉄砲を撃ってみてどうだったかについてなんですけれども、とにかくですね、衝撃がすごかったと。どのくらいの衝撃かは、まあ、本当に型が外れたのかと思うくらいの衝撃ですね。実弾って本当にすげえですよね。あと音ね、想像なんだけれど、多分鼓膜が破れるんじゃないかなとね。打った時にはこうやってね、耳栓してな、耳栓、こうやってね、耳栓して打ったからですね、破れなかったんだけれど、多分ね、破れると思います。鉄砲打った時のね、擬音語ってさ、パンパンって言うじゃん。で、ちょっと頑張って、バンバンじゃん。で、これ全然違うくてさ、正しい擬音語。正しい擬音語は、ドゥゴン。ね。これが正しい擬音語ですね。ドゴンじゃなくて、ドゥゴンです。ね、世の中で、ね、体験することで分かることがあるって言われてる、ね。私の体験から分かったことの一つが、これ、スナイパーってすげえってね、思うようになりました。ね、当たらんのですよね。的、200メートルぐらいの、的にすらね、私あんま当てきらんかったですね。で、スナイパーって技術も必要なんだけど、多分、メンタル。が相当必要だねと思うわけ。冷静沈着。ね。私のようなビビりにはね、向いてないのかなとね、怖いのですよ。ね。だいぶ怖いのです。
引き金引いたら肩がこう外れるぐらいの衝撃ね、殴られたぐらいと思ってね。で、音ドゥゴーンからのね、ふと考えましたね。ふとやっぱり頭をよぎるんですよね。ああ、これ人に当たったら確かに死ぬね。ね、打ちながらそういうふうにね、気づいてしまいますと。ね、冷静でいる方が無理なんだってね、そういうふうに思います。スナイパーがさ、人を冷静に殺すってね、スナイパーが人を冷静に殺すっていうことはないんだろうけれども、まあ私はね、パニックでした。みんながね、思っているほどですね、鉄砲にロマンというものはありませんでしたし、鉄砲はね、あんまりかっこよくなかったなぁとね、なんかね、ちょっと真面目な話になってしまいましたので、ね、ここでね、明るく終わりたいとね、そう思いましたので、最後にですね、明るい話題で締めたいと思います。自衛隊のね、不思議訓練の有名な話の一つに、突撃訓練というのがありますね。実弾練習なんてね、超レアな訓練で、空砲を使う訓練も結構レアなのね。普通は弾も入っていない空っぽの銃でやります。通常の突撃訓練も弾が入ってない銃でやります。で、どうやって撃ったかがわかるかっていうと、これ口でパンパンって言うんですよね。本当はドゥゴンなんだけど、まあ訓練の時はパンパンで OK というところなんですけれども、本物の銃を持っているのに口でパンパンって言うのですよね。隊長の命令で動くんだけど、隊長が撃てーって言ったら、敵に銃を向けて、こう、パンパンって言うわけですよね。口音で銃を撃ったことにするという感じですね。で、また隊長がですね、西に敵撃てーって言ったら、西を向いて、パンパンという感じですね。で、冗談じゃなくて、これみんな真剣にやっているから、またこれが面白いんですよね。いい大人がさ、パンパンってね、言う感じ。笑ったら、銃より恐ろしい上官のお叱り、ね、が飛んでくるからね。クライマックスは突撃という命令が来るから、いやーってね、敵に向かってこう、成敗っていう風に終わる訓練ですね。このやーもね、心を込めて言うと。応援団になったことある人わかると思うんだけど、応援団演武の最初の整列の時にやーって言ってね、心を込めて言います。世の中のですね、鬱憤を晴らしてくれるようなね、訓練となっておりました。まあ以上ですというところです。面白いなーって思ったりね、ためになっていただけたら、まあ私としても嬉しいですとね。お時間がありましたらですね、別の動画もですね、用意していますので、よければご覧いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。